今日はあの自分が大好きなスニーカー Air Max Plus についてやっていきたいと思います。 Air Max Plus 本当に好きなスニーカーでして、これめちゃくちゃかっこいいですよね。履いたことある人わかると思うんですけど、履き心地もめちゃくちゃいいし、本当になんかもう完成されたスニーカーだなということで、ちょっと今日は Air Max Plus についてやっていきたいと思います。まあこれからの季節、結構マップラもなんかいろいろ履きたい時期なんじゃないかなっていうところで、まあちょうどいいかなっていうことで今回ちょっと動画にしてみます。この僕が持ってる Air Max Plus なんですけれども、もう多分これ 6,7 年履きましたね。7年ぐらいか、あの2017年に購入して、このカラーリング結構珍しいと思うんですけど、あの EU フットロッカー限定のやつで、自分が一回スペインに行った時にこのスニーカーフットロッカーで見つけて、これめちゃくちゃかっこいいなと思って、もう速攻で買ったスニーカーなんですけれども、こいつについてちょっと今日見ていきたいんですけれども、このマップラですね。いや、いいっすね、このマップラ。もうなんかシルエットがかっこいいっすね。まあ僕はこれ7年ぐらい履いてるんで結構傷んじゃってるんですけれども、もう履き込んだっすね。もう本当にそんぐらい好きなスニーカーですね。このスニーカーあれですね、この EU ウッドロッカー限定のマップラなんですけれども、今なんか動画上だとちょっと黒っぽく見えるんですが、光に当たるとすげえマジョーラっぽくなって結構かっこいいんですよね。こういうなんかパープル混じったスニーカーすごい好きで、フォームボジットのなんていう色でしたっけ、エッグプラントとかああいう色もすごい好きなんですけど、こいつはめちゃくちゃいいですね。はい、そんな感じですね。じゃあちょっとマップラについて少しずつ語っていきたいなと思います。まずマップラのいいところ1点目なんですけれども、まずかっこいいっすよね。単純にかっこいいっていう、これもうシルエットがなんかもう完璧というか、なんだろうな、なんかもういいんすよね。めちゃくちゃかっこいいんすよマップラ。かっこいいって言ってめちゃくちゃ抽象的な表現なんですけど、伝わりますかね、マップラのかっこよさ。履いたことある人だったらわかると思うんですけど、いいっすよねこの形。めちゃめちゃシャープだし、なんか無駄のないシルエットっていうんですかね、本当にいいっすよね。なんか AV 女優で言ったら葵司さんみたいな感じですかね。ちょっとあんまよくわかんないかもしれないですけど、伝わる人いたら嬉しいですね。もうなんかいいんすよね、かっこいいっすよね。素晴らしい造形ですね。いや、なんだろう、この紐をダルダルにしてもなんかすげえ履きやすいし、なんかもうダルっぽくした感じがなんかすげえいいんですよね、形が。マップラ本当に、なんだろう、このエアーの感じもすごいバランス取れてるし、なんかいいんですよね。ちょっと履き込んでるんでだいぶもう汚れちゃってるんですけど、まあ、本当にこれはめちゃくちゃかっこよくていいんですよね。いいな本当にっていう感じですね。で、次にこのマップラのいいところ、僕の中で2つ目なんですけど、シルエットがいいっすよね。もうさっきかっこいいって言ったんですけど、理由はもうシルエットがいいから身につけるのかなと思ってて、このなんだろう、ちょうどいいんすよねシルエットが。これ何がちょうどいいかっていうと、やっぱデニムとかスウェットとかハーフパンツ履いた時に何でも合うんすよね。なんかエアジョーダンとか履くと、デニム履いた時にちょっとなんかしっくりこない時とかあると思うんですよ。なんかエアジョーダンって個人的にスウェットとかハーフパンツだとすげえ映える気がするんですけれども、デニムパンツと合わせた時になんか微妙かなみたいな感じ、結構合わせるアイテムによってなんかうまく決まんねえなみたいな時があると思うんですけど、マップラ何でも決まるんですよね、これ。これ何履いてもかっこいいし、もうなんかデニムいける、スウェットいける、ハーフパンツいける、あとカーゴパンツとかも似合うし、なんか何でも似合ってくれる万能選手っていうか、あの、クラスによくいなかったですかね。どの科目テスト受けてもなんか90点以上平均的に取ってくる、5教科450点みたいな、県立高校のあの一番進学校余裕で受かっちゃうみたいな、なんかそういう生徒いなかったですか、クラスに一人。なんかそういうクソ優等生みたいなキャラクターっすね。なんかエアジョーダンとかだと、例えばなんか国語90点、数学90点、英語90点、理科30点、なんかそんな感じで、社会40点とか、なんかいいとこはめっちゃいいんだけど苦手なとこはめっちゃ苦手みたいな、なんか
極端キャラじゃなくてもう万能に熱いみたいな、何でもできちゃう、すごいんですよね。本当にいいっすよね。でこれ裾も引きずらないし、いい感じになんかシルエット決まるし、もう何でも合わせられるっていう、マップラは本当にそういう意味でも完成されたスニーカーなんじゃないかなって考えてます。で今あれですよね、ハーフパンツでもデニムでもスウェットでも何でも似合うってお伝えしたんですけど、その理由がこのボリューム感だと思うんですよね。このなんだろう、このボリューム感すげえいいんですよね。ローカットのスニーカーってちょっとボリューム薄く感じると思うんですけど、こいつローカットなんですけどいい感じになんかボリューム感出してくれる。スニーカーで言ったらなんか M574 とか1300とかちょっとそれに近い、もう何でも似合っちゃいますみたいな感じのボリューム感っていうんですかね。ボリュームがなさすぎるわけでもなくありすぎるわけでもないんで、すごいちょうどいいんですよね。なんかかっこいいんだよなその感じがっていう。でさっきも言ったんですけど、この紐を結構ダルダルにすることでボリューム感が結構上乗せされてすごいちょうどよくなるっていうか、めちゃくちゃいいんですよね。それが個人的にマップラは本当に好きなスニーカーベスト5ぐらいに入るかなと思ってて、もうこればっか履いてる時期ありましたね。冬場だと、まあ、若干アウターとかと合わせちゃうとボリューム薄くなるんですけど、まあ春から秋にかけてはこいつのスニーカーのこのバランス感ボリューム感っていうのがすげえその季節の服装のなんか重みとマッチしててめちゃくちゃいいんですよね。もう本当にかっこいいです。この後ろで見てるラスコさんもこれすごいですね。なんか凝視してますよ、エアマックスプラスのこと。いいスニーカーだなってなんか見てますね、ラスコさんも。そんな感じでラスコさんも認めるエアマックスプラス、まあ、それはちょっとどうかわかんないですけど、まあ、かなりいいんですよ、ボリューム感が。やっぱ履いたことある人ならわかるっすよね、このボリューム感の良さ。めちゃくちゃかっこいいな、本当に。かっこいいしか言ってないんですけど、本当にそんぐらいいいスニーカーです。で次にこいつのいいところ、マップラのいいところは軽いんですよ。これもう持った時にもうすげえ軽くて、持った時も軽いんですけど、履いた時にもうその軽さがすげえ際立つっていうか、全然歩いてて疲れないですね。やっぱりスニーカーって履き心地もある程度大事だと思うんですよ。まあ自分はどっちかっていうとデザイン良ければ履き心地ってそんなに気にしないタイプではあるんですけど、こいつに関してはあまりにも履き心地が良すぎて軽いし疲れないからハマっちゃいましたね。もうなんかこいつあればとりあえず春夏秋はもう問題ないみたいな感じですかね。めちゃくちゃいいっすね。ちょっと今外の車のところですかですね。はい、まあこいつは本当に歩きやすいです。これも履いたことある人なら絶対わかると思うんですけど、マジで歩きやすくないですか。あの散歩行くときとかこいつ履くともう10キロぐらいは余裕で歩けると思います。あのショックス R4 とかジョーダンとか履いて10キロぐらい歩いたことあるんですけど、結構足痛くなるんですけど、マップラを履きながら、まあ、マップラを履いて10キロぐらい、まあ、散歩してもあんま足にダメージが来なかったっすね。ずっと立っててもなんか疲れないっていうか、あの結構年食ってくるとあのあれですね、結構履き心地じゃないですけど足が疲れないっていうのは重要なファクターになってくんじゃないかなと感じてます。さっき自分はもう履き心地は、まあ、デザイン良ければあんま気にしないって言ったんですが、年々ちょっとやっぱり履き心地がいいに越したことはないなっていう風に若干年齢の老化とともにですね痛感してくる時があるんですけど、まあマップラを履いておけばとりあえず間違いない。もう軽いっすね。っていうかあのサラリーマンとかももうあのスーツに革靴じゃなくてもうスーツにマップラ履く、もうそれがなんか日本の法律でできてもらえれば日本のサラリーマンも平和に終わるんじゃねえかなということで、まあそんぐらいですね、マップラは歩きやすくてなんかもう生産性が高いっすね。もうこいつ歩いとれば、こいつ履いとればもう最高なんで、とりあえずそんなスニーカーです。で最後マップラのいいところ最後ですね、これカラーリングです。もうこいつもそうなんですけど、マップラっていいカラーリングめちゃくちゃ出てるっすよね。なんだろう、オールブラックもいいしオリジナルもいいし海外限定カラーもいいし、もうなんか出るから出るからかっこいいのが多くて、あーなんかもう全部そそられるっていうか、めちゃくちゃなんか
食らうカラー、なんかビーボーイライクなカラーリングが多い印象ですね。こいつも本当に海外で初めて見た時に、うわこれだわって思ったんですよね。このエッグプラントみたいなカラーリング、こう珍しいなと思って、多分日本で履いてる人まだあんま見たことないんですけれども、まあこんなカラーだったりとか、特にもう本当海外限定のカラーでいいのが多いっすよね。なんかこの前黒緑のやつとか、フットロッカーのやつで海外ので見つけて、それもすごいいいなと思いましたし、いろいろなんかそそるカラーとか出てるんで、まあなんか日本でもそういうイケてるカラー出てたらいいなって思う反面、なんか海外限定だからこそあのかっこいいっていうあの感じあるじゃないですか。なんかそんなのもまたいいなみたいな感じで、結構いいカラー多いんで常に動向はチェックしておかないといけないなという感じで、私はマップラを見てます。はい、ということで今回はエアマックスプラスのご紹介だったんですけど、まあ、気になる方はエアマックスプラスぜひ買ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。個人的にはやっぱオールブラックとか合わせやすいから、まあ、鉄板のカラー1個持っといて、なんか遊びでちょっと派手なカラーとかもう1足持っとくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、で恒例の最後に一言なんですけれども、あの未だにあの僕三脚とかそういうの買ってなくて、もうずっと片手でこうやって携帯持ちながら撮影してるんですけど、手がブレブレだったら申し訳ないです。いい加減なんか撮影機材が欲しくてたまんないです。あとパソコンもだいぶボロくなってきたんで、もう結構動きのろいんで、そろそろ買い替えなきゃいけないなって感じでございます。ただなんか最近チキンビリヤーニにハマってて、家でバスマティライスでご飯炊いてなんかビリヤニ作ってたりするんですけど、なんかビリヤニばっか食ったらなんかあの金いっぱい使っちゃったんで、パソコンなかなか買うことができないんで、頑張って働いてパソコンと撮影機材買って、ちょっと撮影もっと楽にしたいなって思います。はい、どうでもいいんですが、以上でした。ありがとうございます。